はい。皆さん、こんにちは。村長です。今日はメロダインのいろんなグレードがあります。一番下はエッセンシャルから一番最上位はスタジオというバージョン4つあるわけですね。そのうちの下2つはモノフォニック、いわゆる歌とか単音だけしかできません。そしてエディターというエディションが3番目にあるんですけれども、 この3番目のエディターというグレードは和音が分析できるようになっています。ですからここで大きく悩むんですけれども音楽制作を仕事としてやってらっしゃる方はもう迷うこともなくエディター以上を購入するのがいいと思います。それはボーカルだけではなくって例えばギターの音そういうのを 分析させたときに和音ででも表示できますので、そのギターの例えばチューニングが後から狂ってたことが分かった。そういうときでもそのところを全部編集修正できるというとってもすごいメリットがあります。僕ももう約10年ぐらい前からメロダインを使ってまして、そのことにとっても助けられ、また 他の方がなかなかそういうことはできないということで、たくさんのメジャープロからの仕事もいただいたりすることがありました。もう今やメロダインもかなり皆さんの手の届くところになってきましたので、持ってるから仕事があるというわけでもないですけれども、でも和音を分析できるということで、ミスタッチなども編集できるというのが素晴らしいところです。そこで今度は エディターを購入した、もしくは2番目のグレードのアシスタントからアップデートをしたい。その時にエディターにしようか、最上位のスタジオにしようか迷う方、そういう方がたくさんおられると思うんですけれども、僕は今まではもうエディターというのでいいんではないかというふうに言ってきました。それは一番の大きな目玉機能は、 今画面にも出ていますように他のトラックで書けたメロダインを一緒に表示できるということです。ですから今これをちょっと動かしますけれどもこのようにガイドラインを引いておいて灰色のところを目安にするということができるわけです。この灰色のところというのはどういうことかと言いましたら一番上のトラックにいわゆるミディのメロディを ピアノで弾いたものがあります。それを一度 MIDI からオーディオに変換してメロダインをかけてあるわけです。そうしましたらこのようにガイドラインのトラックとして見れるわけです。それをこのようにグレーにしておくことができます。じゃあ今度はメインのボーカルも一緒に重ねてみましょう。このように出てきました。これがメインのボーカルです。こうやって 編集をすれば、例えばこのようにずれているところを直したり、そういうこともできるようになる。これが便利ですし、ハーモニーを作ったりするときも、ガイドを考えて、例えばこのように、ハーモニーを作成するというようなこともできるわけです。特にハーモニーを作るようなときは、キーが決まっていましたら、 ここで右クリックをしましてキースナップというのにします。これは今 C メジャーの曲です。ですからここでこの上に黒剣があるわけですけれども黒剣のところには嫌でもいかないです。ここに置こうとします。しても今グッと上に上がりましたよね。C メジャーですからドレミハソラシドの発見のところにしかおこうにも置けないということに なってキュッキュッキュッとこう上がります。ですからハーモニーを作ったりするときにとっても便利なんですけれどもまあ言ってしまえばそれだけということでありまして今まではスタジオを皆さんに推薦することはあまり少なかったんです。でもさらに便利な機能を一つ発見しましたのでこれを今日はお見せします。例えば ここにもう一度ダブリングをするためにもう一つトラックを作ったとします。それを表示します。シフトを押しながらこうすると赤が2つできるんですね。ですからこれを上げても赤が残ります。このように二重になっているわけです。少しガイドラインは切っておきます。パッと見たら 同じように思いますが、僕が修正を加えてありますので、ここや先頭の部分ですね。この部分は、このように2つがダブっています。まあ、このぐらい離れてたらいいんですけれども、ここを見てください。もうほとんど重なってますよね。これで、こちらを取るか、こちらを取るかというときに、とっても選択が難しくなりますよね。 ですから僕はこの二重の機能は片方はこのようにしてそしてもう片方の方をこのように表示するということを今までしていたんですけれども灰色のところをクリックしても編集が効きませんいわゆるロックがかかった状態なんですねこれっていうのも案外不便に感じてたところです 不便というか当たり前でロックをしているのなら触れないの方が当然なんですけれどもこれを両方同時に編集したい時というのもやはりやっていくうちによくあるんですねでも上を選択するのか下を選択するのかがもうわけがだんだんわからなくなってくるわけですねそして今かなり大きくやってますけれども大きくなかったらこれを選ぶのが なかなか大変だったりしました。でも、これがとっても便利にできることが分かりました。こんなところに隠しておくなよっていう感じなんですけれども、この一番右角の下のところに、こんなボタンがありまして、ここを押すと、はい、こうやってエレベーターが上がっていくかのようにずれましたよね。このようにずれたりするわけです。そして、 こちらは分かってた方もおるんでしょうけれども、こうやって細く表示するということもできるんですね。これは音程さえ分かればいいというときは、細い方が便利な場合もあります。でもまあ、これは相対した機能ではないんですけれども、その上の小さなボタン、ここでこうやってずらせます。ずらしてやってももちろん本当にずれてるのではなく、 見た目のズレだけで、いつでもこのようにして、両方を簡単にできるようになるわけです。今日はちょっとしたチップスですけれども、メロダインのエディターを買えばいいのか、それとも最上位のスタジオを買えばいいのか、もう予算があれば、もちろんこのハーモニーを作ったりする機能というのは、やっていけば便利なのはわかっています。でも、 ざっくりですけど、2万円ぐらいでしたっけ、えー、値段が違います。もう10万に近くするようなスタジオですので、アマチュアの皆さんにまでおすすめできるというほどではなかったんですけれども、でも、エディターを買おうか、スタジオを買おうか、もしくはエディターを持ってるんだけれども、アップグレードをしようか、迷ってる人のために今日は参考になるような 動画を作ってみました。メロラインはピッチ修正、もしくはボーカルピッチだけではなくって、いろいろ便利なことがたくさんできますので、皆さんも一行してみるといいんではないでしょうか。村長スタジオでした。ご視聴ありがとうございました。